飯沼一章、2月15日から1982年11月14日は、日本の内務官僚、貴族院議員。戦前から戦後にかけ、日本の都市計画行政を牽引した人物の一人で、ある。妻は、南広氏の娘、海子。福島県藍津若松市生まれ。父は、白子大使、飯沼定吉の弟で、 アイ松平家カレー、イーヌマ小石川の旧黒田小学校、府立四中、一校を経て、東京帝国大学法学部を卒業後、内務省に入省。土木局属。神社局総務課長、都市計画課長、埼玉県知事、紀元2600年式典の事務局長を務めた後、静岡県知事、広島県知事、神奈川県知事、 内務省神社局長、人議員副総裁を歴任。第二次世界大戦後の1946年3月12日に、貴族院議員に直選。内務次官を務めた後、1947年には、公選制度が始まる、直前の東京都長官を務めた。公職を退いた後は、都市計画協会の理事長や会長を務める傍ら、 国土総合開発審議会や宅地制度審議会、あるいは都市計画審議会などのメンバーとして、都市計画に関連する国の行政に協力した。特に、1949年制定の広島平和記念都市建設法については、法案の提出に尽力し、1968年に全面改正された都市計画法に関連しては、改正の方針を検討する。 宅地審議会の会長、並びに改正後に新設された都市計画中央審議会の会長として制度の定着に努力した。また、1960年からは国際住宅都市計画連合の名誉副会長を務めた藍塚会,会長。1982年11月14日死去。去年90。 ABCDFGHIJKLMN e F, G, H, I, J, K, L, M, N 昭和史自転毎日新聞社別冊1億人の昭和史1980年5月21ページ上田正明津田秀夫長原慶二藤井昭一藤原明コンサイス日本人名事典第5版株式会社賛成堂2009年77ページ 日本官僚制総合辞典東京大学出版会2001年11月発行217ページ漢方第5748号昭和21年3月14日上田正明、津田秀夫、長原慶二、藤井翔一、藤原明、コンサイス日本人名辞典第5版株式会社賛成堂2009年78ページ 福島民法合図会100年、宮城合図会2013年10月20日閲覧、ありがとうございます。